した。そこでね、アイナ、この農園にお風呂の部屋的なものをドドドーンと作ってくれちゃうとか無理？お風呂の部屋、みんなもしかして今まで入ってないの？怖い。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、ここはまだクリアしてないよね、私。ひょっとして私のためにキャベツを持ってきてくれたのですか？これは素晴らしい。では早速キャベツをいただきますか？はい、オッケーです、はい、おー、ありがとうございます。ではお礼にこれを差し上げましょう。大ネズミからもハートが。キウイの種を、お、やったね、ありがとう。とは言ってもここはものづくりが禁止されている島です。副総督様に見つからないようお気をつけよう。その副総督様は仲間になったんだよ。ん？何？お前その嬉しそうな顔、目的のキビの種を25個集められたんだな。あ、そっか、あとちょっとやったよね。ところでこの湿地帯に来た目的はキビの種集めとメギラとかいうやつから壺をもらってくることだったはずだ。目の前にいるしもらったよ。目的のものを全部集めたら一度村に戻ろうぜ。ちょっと待ってね、ここのね、メギラさんのお願い事をちょっと聞いてあげてからにしよう。それは、おお、この匂い、お前小麦を持ってきてくれたのか。よしよし、それじゃあ早速そいつをオイラにくれ。ほい、ういひょー、ありがとよ、これで腹が満たせるぜ。教団がものづくりを禁止してから食べるもんも少なくなっちまってな。この島の連中はみんな腹すかしてんのさ。モンスターも同じなんやね。そうだ、ちゃんと礼はするぜ。こいつをそれって腹を満たせよな。さらに5個、ありがとう。めっちゃ増えたんだけど、キビの種、目的以上にもらえたね。それじゃああとは貯水池に水を流すんやけど、そっか、水はどこだ。貯水池がここなのはもう分かったんやけど、え、水はこっちの方にあるかな。よいしょ。え、水ってさ、高台の上にはないんじゃないかな。下まで降りていかんといかん感じ。やだー、なんかその辺から湧いてない？湧いてないか。さすがにそれは湧いてないか。じゃあちょっと下まで降りましょうかね。え、普通の水でいいんかな。あ、ここから普通に降りれるやん、イエーイ。あ、でも上がるのはやっぱりあっちから上がっていかんといかんのかな。ちょっと待ってね。え、普通にこの辺の水でいいんや。え、普通にこの辺の水でって言っても上がってこれるかな。あ、こっちの、このなんかドブみたいな水でも大丈夫。まあ、とりあえず、よいしょ。乾きの壺が泥水で満たされた。泥水。あ、減った、ちゃんと減るんやね。へえ、すげえ。え、誰？何？怖いんだけど。え、誰って言ってもモンスターなんだけどね。ここから簡単に上がれるんじゃない？私なんかね、土とかいっぱいめっちゃこう足元に置いて上がったけどさ。あ、ほらほら、めっちゃ階段やん。めっちゃ普通に上がれるんやけど、ちょっとびっくり。はい、じゃあこれを貯水池の水、泥水でいいんすかね。まあ、モンスターだからいいのかなっていう。めっちゃ嫌なやつやけど。ここではないのか。あ、あっちか。はいはい、流しますね。じゃあとりあえず、はい、ここ。え、待って、水はどこ行った。あ、これか。え、これを、あ、違う、あ、え、違う、どうやって、どうやって流せばいいんですかね。これか。あ、違う、え、どうやって、どうやって流すのこれ。な、流し方がわからないんだけど。あ、ごめんね。食べた。え、これどうやって流すの？ちょ、待ってね、乾きの壺の使い方がわからない。水の流し方教えてくれよったっけ。あ、はい、教えてください。何でした？はい、汲んだ。水が入った状態で。あ、長押しか。オッケーオッケー。へえ。え、何度巻いてもなくなることはない？やばいやん、それ。あ、なるほどね。泥水でよかったのね。はい、オッケーです。長押しだ、長押し。はっ。おー。これでオッケーなんすね。で、あとこっちも。よいしょ。あ、間違えた。はい、これで。オッケー。はい、満たした。満たしたよ、メギラさん。ふー。これでオッケーですかね。
大哀れな子羊よ、貯水池に水を入れてくれたのですね。これは助かりました。おー、ハートが出た。さあ、水を持ってきてくれたお礼にマギリ様には内緒でこんなものまであげてしまいましょう。おー、何ここでもう合計15個も手に入れられたのね。あとはそうですね、せっかく壺をあげたんです。日々の暮らしに水をうまく生かすのですよ。ありがとう、使えます。ちゃんと、あ、なんか思いついた、もしかして違う。違うの、なんか、あ、思いついたね。新たなレシピをひらめいた。なになに、水門、木材を合わせて作った水場につける門、門を開くと水が流れる。なるほど。ってことで、じゃあ一旦村に帰ろうか。村、拠点に帰ろうか。違う違う、拠点に帰りましょう。はい、ワープします。ありがとうメギラさん。はい、拠点に到着。お、すごいですね、ありがとう。日々の種持ち帰ったよ、ちゃんと。アイナさん、お帰りなさい。いつも以上のニッコニコなお顔。日々の種集められたんですね。結構簡単だった。うんうん、わしの家から乾きの壺も持ってきたか。これで日々の種を育てられるな。ところでチャコよ、お前は畑作りの天才ではなかったのか。その割に畑の知識は普通のようだが。あ、それはあの、その天才見習いというか天才候補というか。それはいかん。もしもお前が望むなら、わしが知る畑作りや島の歴史を教えよう。まさかのこっちの方が詳しい感じですか。本当ですか、やったー、それは嬉しいです。アイナさん、私マギエルさん弟子入りして勉強します。もっとアイナさんのお役に立てるように。ってことは、なんかさらに畑の知識が豊富に、胎児を成長させましょう。これでキビの種を植えればいいんかな。じゃあ先に水をまけばいいの、ここに。ここどれぐらいまで広がるの、これでもう全、あ、半分半分な感じ。よいしょー。ここのも泥水でいいんかな、なんか汚いけど。キビの種こんなところで育てていいの。なんかもうちょっと澄んだ水の方がいいとかない。ないんすかね。はい、女子道邪魔よ、びしょびしょになるよ。はい、これでとりあえず汚いけどできたよ。この中で育てるの本当に。これでね、耕さなくて大丈夫なの、ここって。耕さないとダメ、あ、そっか、かかしを立てればいいんかな。かかし、かかし、よいしょ、かかしを作りましょう。2個ぐらいいるんかな、なんか広いもんね、あっこ。何気に。かかしは、あ、かかしが作れない。何が必要、枯れ草、枯れ草集めよう。枯れ草、枯れ草。待って、枯れ草どの辺にある、これ枯れ草になるんかな。あ、枯れ草だわ。よしよし。じゃあ、指導もちょっと集めてよ。スライム攻撃してしまったけど、別に君に興味はないんだよね。まあ、油落としてくれるのはいいんだけど。じゃあ、戦いよりもさ、枯れ草集めてくれない？枯れ草何個必要なんやっけ？あ、でももう、これ小麦じゃね？ちょ待って、とりあえず、はい、集めました。よいしょー。あ、日が暮れてきた。ってことで、枯れ草。まあ、とりあえず1個。1個分やったけど、まあいいか。よーし、ってことでかかしを立てます。この辺りにポンって置いたらいいかな。あ、かかしは、かかし、かかし、はい、これを間違えた、吸収した。お、危ねえ危ねえ。あ、これで大丈夫。てかこれちょっと邪魔だね、切り替えとこ。はい、ここは畑ですよ。オッケー、空腹で倒れそうらしい。じゃあその前に、まだ寝れないのかな。そっか、キャベツとかは全部、てかここの回収してちょっと。あ、ごめんね、食べます食べます、はい。食べます食べます。
よいしょ、まあ、とりあえず今必要な分だけよいしょ。あ、いや、あれ茨なんやね。茨と小さな茨。なるほど、そういうことっすね。じゃあちょっと私寝るわ。はあ、起きてくれるみんな。私が寝るところがないんですけど。違う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 。はい、寝まーす。ごめんね、起こして。ごめんね、起こして。めっちゃ背伸びしよったけど、今。え、とりあえずもう、あれかな？ミミズンが、あそこは畑にしてくれたかな？それとも、ミミズンもすでにもう寝てたとかそういうことは。あ、畑になってるのか？もしや。ちょっと待って。違う違う。はい。あ、ここら辺耕されてるね。オッケーオッケー。ってことで、キビの種を植えていきますかね。え、これ耕されてます？畑になってるだけか。じゃあ、あと耕してよ、みんな。え、あと耕してよ。これ土の状態にはなっとるけど、それ以上にはなってないよね。じゃあ、耕してくれるまで、ちゃこがなんか、次の依頼があるっぽいけん。よいしょー。あ、どうも、どうもどうも。アイナさん、集めてきてくださったキビの種、早速揃ってみましょう。師匠、マギールさん。クックック、キビの育て方。それは一言で言えば、水の中に畑を作るということだ。水の中にカカシを立て、畑を作ってからそこに種を植えるがよい。そっか、アイナさんが持ってきた乾きの壺を使えば水も簡単に扱えそうですよね。方法はチャコにも話しておく。詳しく知りたければチャコに聞くがよいぞ。それじゃあアイナさん、水の中の畑にキビの種を植えて、まずは一つ目を出させてください。いや、そうしたい。あ、耕しに行ってくれるかな。よきよき。ってことで早く耕してね。耕せよ。耕せよ、おい。耕してくれないと私が何もできないんですけど。何やってんの、君。耕して。耕して。え、これ耕されてないよね。え、耕されてんのこれ。違うでしょ。じゃ、早くやってくれないと。お腹が空きました？あ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。とりあえず、キャベツを置いておけばいい？はい。キャベツ盛り付けただけなんだけど、あれで大丈夫なんかな。でも絶対人数分足りてないよね、普通に。ということは、ちょっと収納庫。え、みんなめっちゃキャベツ食べるやん、やば。はい。取り出しまして。じゃあちょっとこの辺。え、なんだろう、もしかしてお腹が空いてたら働いてくれないの？確かに腹が減っては戦ができんとは言うけれども。言うけれども、そういう感じなの？じゃあとりあえず、よいしょ。とりあえず置いときますね。お料理ができませんわ。何？お料理してよ。お料理してよ。みんな食べた？あ、なんかせっせせっせと。あ、そっちの水やりね。あの、キビを育ててくださいって言うんだったら、こっちをちょっとやってほしいんだけど。あ、ここから汲んでいく感じ？ちょ、ここの水汲んでいかないで。あ、待って、ほら、ちょっと水なくなっとるやん、ここ。え、なくなってますよね、これ。やめてくれる？よいしょ。せっかくさ、こっちが巻いてるんだからさ。せっかくこっちが巻いてるんだからさ、汲んでいかないでいただきたいね。待って。ハートを集めておきましょうかね。はい。あ、ごめんね。ごめんね。作業しようとしてたのに。あ、ここ。とりあえず、やってくれたところに早速植えておこう。すげえ、水の中に植えれる。いいね、いいね。よきよきだね。え、てか、なんか、心なしか水が澄んできたような気がする。あ、水が澄んできたんじゃなくって、あれか。土の色が変わったけん、そういう風に感じるってことか。そう、バッチリよ、バッチリ。え、とりあえず何？芽を出させればいいんやっけ？とりあえず。早く芽を出ろー。早く。芽だけやったらあっという間に出るんやない？そんなことないんかな。あ、何？
何かしら作ってほしいとかそういう感じ。え、なに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 。はぁ、ヤッホーやな。最近どう？いい感じ？はぁ、どうしたん？なんかめっちゃ疲れ果てたんやけど。え、いつもの元気がない？どうかしたのかって？うんうんうん。あのね、畑が大きくなるのは嬉しいし、すっごくいいことだと思うんだけど、全体から漂う農園臭に私の鼻がマジ限界を迎えてるわけ。せめて体の匂いだけでも消したいわけ。なるほどね。まあ、大農園作ろうとしてるからしょうがないよね。どうした？そこでね、あいな。この農園にお風呂の部屋的なものをドドドーンと作ってくれちゃうとか無理？お風呂の部屋？みんなもしかして今まで入ってないの？怖い。そりゃお風呂ないけどさ、ないけどさ。あんたならできちゃうよね。お風呂の部屋の設計図を書いて、設計図の通りに作ってくれると嬉しいな。どうせならさ、豪華でおしゃれなお風呂にしてよ。みんなが行列作っちゃうくらいの。場所は指定しないからさ、書いた設計図を好きな場所に敷いて作ってよ。そういうのもありでしょ？なるほどね。お風呂部屋。お、思いついたか。よくそんな簡単に思いつくよね。あったか風呂の設計図を描いた。ふんふんふん。じゃあ今回は設計図通りにやればいいってことやね。え、なになになに？お、新たなレシピ。なに、さらに？どうした？おー、五右衛門風呂。お湯を張り浸かることのできる、綺麗できた湯船、入浴できる。五右衛門風呂なのね。どこでも敷ける設計図、どこにでも敷ける設計図をひらめいた。いい場所を探してそこに敷いてみよう。剥がしたいときはマイナス設計図メニューから。へい、オッケーです。お部屋風呂、マジ、マジよろ。なんかすごい、ふわっとした感じなんやけど。待って、お風呂部屋を作るような場所がないんですけど。こっち側に、なんかみんなが集まるところの横。え、なになに？あ、目が出た。やったね。びっくりした。何近寄ってきたんかと思ったやん。うわー、やりました。キビから目が出ましたね。水の中に畑を作ったのがうまくいったみたいです。さすがはイノソンですね。超跳ねる。ああ、なんだかすでに畑から甘い匂いが。キビを使えばお菓子が作れそうですね。おー、なんか幅が広がる。そうだ、私、キビを鼻に詰めて生活しようかな。やめて。そしたらいつも甘い匂いが鼻の中に。ね、見たいけど、ちょっと。それもいいが、キビを両耳に刺して寝ると、鼻からキビが生えてくるらしいぞ。嫌です。え、どういう情報？なんちゃって。なるほどね。嘘かよ。なんだ、すっかり仲良しだな、二人。よーし、これでキビはバッチリ育てられそうですね。水の中だから水やりもいらないし、楽ちんです。あ、そういうことか。残り二つの種探しは、情報が入ったら改めてお願いします。今は三種類の種をどんどん育てましょう。あとは何が増えるんやろうね。楽しみ。てか、どこから情報が入るの？なんか情報屋さんみたいなのいるの？絶対いないと思うんだけど。待って、とりあえずこの辺の植えておこうかな。はい、植えて植えて。みんなきっちり耕してくれたね。お、おっと。はい。置けない。何？なんか犬が超吠えてんだけど、誰かいじめてない？大丈夫？あ、水の中みんなスイスイ動きますね。え、これもしかしてあれ？石があるからダメとかそういうこと？お腹が空いて何か作りたくってしょうがない。作ってよ、じゃあ。ちょっと待って。何？ミミズン、ちょっと急に現れるのやめてくれる？お、ほら、岩があったけんや。みんな、岩はなくなったよ。ここを耕して。あ、残りの一箇所を耕しに来てくれてありがとう。ちょ、植えたいんだけど全然植えれないな。よいしょ。あ、ありがとね。とりあえずここ全部植えれると思うんよね。どうやろ。キビってどんな感じなんやろ。え、なんで置けんの？置けるやろ。はい。でもなんか水の中やけんさ、植えたんか植えてないか見にくいね。すごい見づらいような気がする。よいしょ。まあ、ここいっぱい植えていきよるけど、とりあえず農民さんたち、ここの作業は何もないってことよね。ってことは今まで通りの畑を耕していってくださいまし。これって、お風呂部屋、なんかみんなが集まるとこの横って家じゃない？え、なに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 ？拠点狙うモンスター来たよ、ちょっと。とりあえず頑張ってみんな。私は設計図を敷くので。なんかお風呂部屋結構広くね。あ、なに？こんなとこまで来てるんですけど、やめてよ。やめてよ。あー、キビが。ちょっとさっき植えたばっかりなんですけど、これ。何してくれてんの？バカなの？
いや、バカなんだろうけどさ、何どこが、あ、これか。間違えた。はい。2箇所はい、オッケー。もう、せっかくもうちょっとで芽が出るところやったのに、多分。知らんけど。知らんけどよ。この辺。はい、設計図敷きまーす。ポン。何が必要なんすかね。設計図を見る。木材の壁が22個、板の床が24個。まあ、とりあえず敷くだけにしておこうかな、今回は。はい、ということで、じゃあ次回、私はこのお風呂を作っていこうかなと思います。はい、最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか結構あれなんやね。生活感もあるものとか揃っていくんやね。まあリアルに考えたらそうやけど。